This. たぶん、友田さんだな。はい。はい、じゃあ、そろそろランバトやります。治りました。誰もエントリーしてねえじゃねえか。失敗の割には誰もエントリーしてないから、あいつはだって、チーム戦やってる、チーム戦しかやってないよね。はい。はい、やりまーす、やりまーす。時間かかっちゃいました。じゃあ皆さんエントリーねお願いします。はい、今集金中ですんで。はい、みんな出ますよね。あ、今日多いですね。さあ、今日はいますね、盛り上がってます。いや、あくまで大会がメインですよ、やっぱり。あ、とりあえずじゃあいる人みんな出るでいいんですね。出るってことで進めちゃいますよ。Thank you.
らいだったら何人かいるよね。2枚目がいるんだよ、こっちに書く。まあこっちかこっちでいいんじゃないですか。いないのは夕べがでこかいんだよ。引き線全部だから引きが多分買える。中村、中村知らない？いや字が読めない。中村知らないというより俺の字が読めない。すげえ丁寧に書いたのに。丁寧に書いて読めないというのはかなりショックなんだよ、個人的には。はい、じゃあエントリー締め切って大丈夫ですか？もう出る人いません？今21人かな。赤ブラ。じゃあとりあえずこれで。今日多いですよね。あれ。カクラが。あ、ここでいい。カワシも出ないの？いや、カワシさんもここに。あ、そこで。うん、お前は会社か？出ろや、出ねえのかよ。何しに来たんだよ。あ、ニアさん、ニアさん100円。ニアさん100円。ゆうべが川又、中村赤村パレッチだ。あれ、カワシも赤村帰った。中村帰った？最後のステージがしたから。テラーから払った？中村、はい、100円払うの？100円です。お、しきさんも出るよ。はい、はい、ありがとうございます。清めは？臭いって書いてある。知ら、知らない。え、お金、これ何？あ、パレスチナさんかな。はい、はい、誰が引き払った今。あ、もらいました。はい、川又、川又さん。あと夕べがと中村も払ったよね。あと夕べがだけ。夕べがのじゃやってる。じゃあ夕べがさん後でね、100円ください。ルールは？ルールどうしますか。何人だ？22もいい。これな、20ここまでね。1人いないので22で。なるほど。22割ると11は割れない。東大戦、東大戦にするか。三つどもえ、三つどもえ、3で割れる。三つどもえしますか。あんまりやったことないルールなんで。え、4人？多分そんなする時間あります？うん、時間…え、22でしょ？ 3 では割れないですよね。シンプルにしちゃうなら24として8
ハゲ。ハゲ、まあ、もうハゲ入れても23でやっぱり中途半端な数字というね。ハゲ式嫁。入ってない。多分ついてるはずですよ。式嫁？うん、なんか式が出るかどうか。ほら、式嫁いつもなんて名前で出てるの？京子さん。京子さん？京子さん。京子さん参加でよろしいですか？ハゲ入れて何人これで？あ、とりあえず書いちゃいましたんで長州さんがこれで24人ですね24なら七四へ7京子さんでいいですよね。はい、七七二2音は6四20フォーン6四4で割れるのか。24なら寄れますね。6でも割れるし4でも割れる。まあ、4で割って6で割って 6? 6? 4で割って4で割って6 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 6じゃあ僕から言いましょうか。シティと中ムーとユーベガと川端で取り合わせましょうか。お、いいですね。したら個人に番号振って切って切って数字つけてもらう。普段何人ぐらい？いやー、まあ15とかかな、15前後。はい、こんばんは。大会はね、まだやってません。はい、こんばんは今日は定員2名体制でどうも大平と申します。今日はなんかスパツにちょっと足を突っ込んでみようかと思いまして。強豪ガイル使いの大平さんがハゲ本土に20連敗した強豪ガイルの話はやめてあの現在 X を勉強中です。ただこの店の店員悪い人しかいなくて全員わからん殺ししか来てこないです。切れそうっす。そんなことないですあんなわからん殺しでしょうよ。このゲームにわからん殺しはないです。え、若松さんがズルしてるって言ってたよ。いやこのゲームね、分かんないこと多すぎるんですよ、マジで。エイジス貼れば解決そういう貼れるやついましたっけ、ハゲさん。エイジス貼れる人って。あ、エイジスか。強いて言えば何だろう、真空残んないじゃん残んない、前張りできないじゃん。残んのがおかしいんだよいやだってハゲさん、あんな甘えたキャラはね、いないからね、このゲームに。怒られましたもん、ハゲさんに。普段大平エイジスで褒めてくるから、俺もはめるわとか言い出していきなりホンダの嵐ですよ。一生一丁でぶん投げられて終わりですよ。いやガイルでホンダに勝利されてるようではちょっとね、全然わかんねえし、飛びは落ちねえし、だから読めないですよ俺はね、読めないのはね、正常です。いたって正常ですのでご安心ください
というわけで現在チーム決めをしております。僕は X のことはまだ何もわからないので本日はお勉強です。
はい、今日はね、6対6を4チームトーナメントでやります。はい、ね、じゃあ最初の組み合わせ、A が、川又皇帝、ハルキング、テラさん、四季京子対、中村山本、川シム、パレスチナ、中島ハゲで、次の組み合わせ、C チームが、友座、破天荒、バイパー、機械、ムナーリ、ユーベガ対、ヒロヤン、大平、長州、ウネ、お茶丸、グッチ。じゃあもうさっさくっと1回戦やりましょうかね。うん、はい、集まってください。川又チーム対中村チーム、チームリーダー、仲間、チームメーター引っ張ってきてください。山本、川島、パレ、中島、ハゲ。さあ今何人見てます？77来客、実人数は何人なのか分かんないですけど、映ってますよね。さあ先方だけ決めて、あとはかぶせありでチーム決めるのがめんどくさいんでね、順番決めるのがやっていっていただきたいと思います。参加費は全員払って、あ、ゆうべが以外全員払ってるはず。京子さんも払ってもらったはず。うん、ここ来て100円置いていってもらったの。あ、じゃあゆうべがさん100円お願いしますね。あ、映像と大丈夫ですね。はい、ありがとうございます。先方だけ決めてください。先方決めたらちょっと申告してください、こっちに。何をわけわからんこと言ってる。せこいにも程があるな、あんたも。アラフィフの地下まあまあ、じゃあ OK ね。はい、先方決まりましたか？はい、はい、適当でいいよ。キャラ自由です、自由です。もう何でもあり、相手のキャラ見て、あの、自由に選んでください。もうめんどくさいっていう、うん、何でもありです。はい、先方決まった、中村さん。ただね、あの、先方だけは、はい、どうぞ座ってください。はい、ハゲ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 対四季の嫁、京子ちゃん。さあ、伝説のシティバイソンの奥さんですが、デイトナでは結構大会に出てるらしいという話です。さあ、ハゲの S サガットでしたっけ。さあ、 S サガットハゲ、タイガーを早く打てるかどうか。まあ、割と S サガは行動が割とというかシンプルなキャラなんで、熱ゲーからこのゲームをとりあえず触ってみようかなってみたいな人が割とよく使ってるのを見ますね。海外勢とかでもとりあえず X やるなら S サガやっとけみたいな。まあ、一方の四季嫁は旦那に無理やり X を触らせさせられていて、
さすがに厳しいところが。さあ飛んで、さあ四季が一体何を教えているのか。飛行剣は打てるんですよね。さあ飛んで、飛んどっかって跳ね返る。さあ結構これは勝ちそう。投げれば死ぬよ。あーしかしサーニーアンパか、体育アンパから手がしっかり出る。さあこれで川端チーム誰をかぶせていくか。残るは小手、川又、四季、寺、ハルキング。さあ四季は奥さんの応援もせずにひたすらのおじあいをやってるっぽいですね。てかこの場にいないってどういうこと。チームの応援すらしていないという。さあ出ていったのはハールキングですね。さあホンダは S サガットからするとちょっと特殊な対応を迫られるので、慣れてないとやりづらいかもしれない。つってもまあ下タイガーでドスコイが当たるっていうぐらいなんですけど。さあからの、さあリバサが出ないと死にます。そして X がリバサを出すのが難しい。さあ端っこに追い詰められて100巻で反対側に行ってしまいましたが、おっとカラージャンプからの大衣装。さあ今日は珍しい人がいっぱいいるんですが、その中でもハールキングもかなり珍しい方。そうハレーのタイガーが速い。あーって今ラッパーか間に合ったと思いますが、そうこれですね。そうハルキングがしっかりかぶせとして機能した。中ムーチームがさあ誰を出していくか。残るは中ムー、山本、川島、パレー、中島。さあ最初に出ていくのは山本さんですかね。山本さんがかぶせとして竜を使う。山本さんこっから見るとシュークに見えますね。さあしかし降りて使いこなせるのか。チュンリーばかりを使っているイメージがありますが、さあハルキング飛んで、おっと大衣装が出ない。昇竜拳が出たが相打ちはダメージ的には一緒ぐらいになってしまう。おっと今の大足美味しい。おっジャンプチューパーしっかり。かぶせとして機能がして今のところはしている。おっとナイスガード。あーとお釣りはお釜を出さなくてはダメ。結構難しいですねあれ。通常はリバーサル出すのが難しいんですけども、それをやらないとダメ。オカマからドスコイ重ねて百列では削らずに、おっと、もう鬼無双を見てからですね。スパ 2X ってこんなにスピード速かったってと言ってますが、このステージはそんなに速い方ではないです。 X はステージによってスピードが変わります。まあ、ハルキンが体力を半分ほどリードされているが、あっと今のは3段入ってホンダが死にそうになるところだったんですが助かりましたが、さあ風前の灯火ハルキング、おーっと空対空、山本龍が仕事をする。そして早くも四季が出ていく。何これどういうこと。そしてダルシムを使う。後のことを考えていない。とりあえず勝ちたいだけ今ダルシムを使って勝ちたい。
まあ、これ式が勝ったとしてもが出てくるのはパレーか中ムーかが出てくるような気がするんですが、どうなんですかね。そうか、式はそうや、ダルシムホンダは圧倒的にダルシム有利と言い放った男ですから、中ムーホンダが来ても大丈夫。なのか燃えてしまう。さあシティダルシムがいい対応を見せる。いい対応ではない。見てからドリルしっかりしてますね。さあ見てドリル、これはさすがに厳しいか。真空を打とうとしたが出なかったっぽい、さすがに。さあこれで中村チームはかぶせとして出てくるのがパレッチ、パレッチナノチュンリーが出てくるはず。ダルシム戦はどうなんですかね。ダルシム戦はパレよりもヒデの方がかなりやってる感じがありますが、今日はヒデはいませんね。ヒデは福岡に行ってるみたいです。さあシティダルシムがチュンリー戦はどうなのか。投げ返す。こういう X のシステムでどうにかするようなところではさすがに強いですね。さあ逃げ第一般、あーっとしっかりしていたパレッチ、よく見て出してしっかり戦力維持してましたね。パレッチのことだからどうせできてないだろうという甘いところがあったんですかね。飛んで投げ返す。さあダルシムといえばジャイアンが復帰して、それからおっとやるやる言いながら全然やらなくなっているという。あーこれ投げられたら死んでしまう。体力的にはいい勝負だが、ダルシム投げられたら死ぬ。おっと、しっかり、ショーキック。いいですね。ファイヤー、相打ち。おっと、対空失敗。ファイヤー、いいファイヤーですね。ドリル、ドリル。あ、ピヨッタさあ、わははは煽っていく屈伸が煽りですね。さあパレッチ仕事できず、カワシム同キャラか中ムーがブランカかホンダを出していくかどっちかですね。中島ガイルはないでしょうから、中島ホンダという手もありますが、川端龍が残っているんで中ムーホンダもちょっと出しづらいところがありますね。さあ決めてください。出ていったのは中島ホンダ。さあシキダルシムはホンダ戦はできるはず。ホンダダルシムはホンダダルシムワットで有利決まってると。さあ死んだか、投げ返すインフェルノから、さあこれはさすがにあと一発。さあ今のはインフレームの先っちょをコパンかなんかで透かして戻りに100列かなんかが入るんですかね。あどうすこい間に合わない。あっと当たってしまう。100列が出ずにテルポ
さあ今のテレポはかなりホンダ悲しい感じ。さあいいドリル。さあさすがにこれはないか。なかった。さあ残るは中村ホンダかブランカもしくは川島。一方残っているのは寺川又小手。さあ龍サガット。さあこれ中村ホンダでいいんじゃねえのって思う気もするけど、中村ホンダか中村ブランカで。おっとしかし出ずに川島が行く。同キャラを出していく。おっと今の正面なんだ。めっちゃ裏行ったように見えましたね。さあ全部処理いく。なしきのダルシムの方もあーっと削れて当たる。正解は何だったんですかね。もっと高めで。ドリルが当たってしまう。もっとバカになる。おっと2人してドリル失敗。ドリル。さあダルシムはさすがにメインキャラの川島の方が一枚上手か。インフェルノには定評がある。さあダルシム相手にこの残る川又テラ固定サガットは使い道がないですね。残るは中ムーハンに残しておくか。さあダルシム相手にキャラ自由なんでね、バルログ使っていいですよ、使えるんなら。さあ川又が行くか、川又が竜で行くか、テラがバイソンで行くか。テラバイソンがまず行く。川又龍でも東西戦とかではね結構川島に勝ってるんで、川又は龍でもいいと思いますが、まあ対象同士で戦う感じになるんですかね。さあこれは死ぬ。おーっとおし、うわ減る。コンボミスっても勝っちゃうか。そこから火力ありますねバイソン。しかしバイソンはダルシムには投げで負けている。さすがにこれはないか。ないですね。クレイジー当ててもまだ死なないとこでしたからね。開幕大スラー結構強気な選択肢ですね。さあいい差し返し。ヨガフレームの大中小を見切って出した。多分大だろう的な感じだったのか。あとばかりだった。おーこれは美味しい。投げるグランドからの超歩き投げ。さあ残るは中村さんだけかな。さあブランカを出すかホンダを出すかチュンリーを出すか何があるかな。まあブランカ川又のことを考えると、まあでもホンダかな。ダルバイソン相手にはあれこの今福岡ってこれヒデですかね。ヒデが福岡に行ってるんで、
いや今日はすごい盛り上がってるよ。さあブランカを出していったな、アカムー。さあ川渡に本田はまずいと思って読んだのか。しかしバイソンブランカも相当終わってる組み合わせなんですが、さあ上から、おお投げ返し、この組み合わせバイソンが投げ回りは勝っている。さあ下段からおーっとバックステを読んでのあの高さでの大キック。さあ開幕バックジャンプを読んでいる。さあジャンプ大パンから大足をよくつなげた素晴らしいラッシュ。開幕だけで、さあこれはさあちょっと運が悪いか。下段、まあ、神にはいかない。おっとアッパーいいですね今のバイソン。さあこれはちょっときついか。あと一発噛んで、でもまだ何もない。クレイジー当たって勝ったのは川田チーム。はい、それじゃあ友座チーム対ヒロヤンチームですね。僕もヒロヤンチームの一員なんで、じゃあマイクを陰に。はい、じゃあ2回戦、友座破天荒バイパー機械ムナーリユーベガチームと、ヒロヤン体制長州うねお茶丸グッチチームですね。じゃあじゃんけんで 1P2P 決めて先方だけ申告してください。はい、先方だけね申告してくださいね。ヒロヤンチームの方は今先方申告ありましたので、さあ友達チームの方は先方どなたでしょうか。はい、申告してくださいね、先方。なんか調光してますね。一緒ですよ、最初だけですからね。はい、はい、はい、じゃあ両方とも申告いただいたんで始めてください。先方の方座ってください。さあ S サガ対ガイル、 S ガイル、
え、大平 S ガイル、これはどういう意図があるんでしょうか。これきつくなるだけなんじゃないの。あ、しかしムナーリさん S 久々ですね。あー、うまい。ソニックを2位で抜けていく。ここきっちりアッパー打っていく。いや、ムナーリさんが S 出しちゃうとちょっと手がつけられないか。いや、太平はダブルは普通に出せるはずなんですけどね。なんでだろう。さあ、これも何もすることなく散っていくか。ああ、やっぱエイジスがないとダメか。なんでエースなんだ。お、うわ、お茶丸くんのバルログ。アッパー、アッパーかよ。バルログの飛びもちゃんと見えてますね。ヒョウバルはあまり有効じゃないのかな、サガットには。これですね。さあ、ヒョウバルスタート。あー、アッパーか。タッチをキックしたタイガー。あ、ちょっとムナーリさんのエッサガが止まらない。あ、ヒロヤンチームどうするんだ次は。やっぱりエッサガということでね、うかつなキャラは出せない。お、バイソン。あ、グッチさんのバイソン、グッチバイソンですね。これは倒しに来ましたね。わーわーわー、早い。ほわ、おお、アッパか。さあ、ゼロドットどうする、どうする。あ、クレイジー、あー、うっ、あー、生きている、生きている。あー、したたいが。そう、グッチーさんクレイジー出せば、ちょっと前に出していればというとこでしたけどね。さあ、早くもゲージが、おー、相打ち。あー、潰している。上、タイガー、タイガー、タイガー、アッパー。しかしゼロドット投げが出ず。さあ、3人抜かれてしまいましたね。さあ、ヒロヤンチームがちょっと劣勢と、ガイル、
はウネガイルかな。はい、ウネガイルですね。さあしかしエッサガニガイルはかなり厳しい。この球の回転の速さ。お、しかしウネガイルかなり頑張っている。ピオル、アイオンヒット死亡。あ、とにかくタイガーが速い。この青いパンツ、あ、上もちゃんと見ている。上タイガータイガータイガー、あ、ウネガイルなんとか。わあ、ダメージ取っているぞ。おお、投げた。サマー、お返しのアッパーカット。さあこの間合いはやばい。あ、何かを出そうとした。アッパーかな、アッパーか裏剣。わあ、ムナーリさん4立て、これはピンチ。これ長州さんの剣ですね。さあ長州剣、これ倒せないとかなり厳しい。まあといっても相手はムナーリさんとエッサが優しい相手ではない。うわ、大キックの対空。落ちて、あ、飛び、ジャンプ台形減りましたね。あー、タイガー早い、出が早いですね、まずね。あー、生きている、生きている。あー、さあムナーリさん5立て。さあ大将ヒロヤン逆6立てあるのか。さあ6人倒すしかない。あ、ここは S で行きましたね。さあ3ヒット決めてダメ足。アッパか。あ、容赦のないタイガー、この画面足。あ、ダイパン。うわさあムナーリさんがリーチをかける。このエッサが、さあリバーサーきっちり出す。うわ、厳しい、厳しい。あ、アパカに反撃がない。おお、これぞヒロヤン、さすがですね。逆境に強いですね、本当に。これでまだ分からなくなりましたね。大吉、これきついですね。ガードしても何もない。アッパーか。さあ、はい、これ死にましたね。さあこっからヒロヤンの逆襲が始まりますね。
さあ友座チーム次はこれはあ破天荒さんの X 流あ3ヒットからダメ足おリバサ昇竜置き攻めが通って3ヒットピオリが見えてくるかアドアド飛んだえどうつながっている2ヒットさあ肘打ち見えないめくりおおコパンコパンさあヒロヤン新立てあと4ですさあ友達チーム次はあちょっと迷っているのかうわいここで警察出動ゆうべなさんちょっと君何やってんのという感じで警察が現れましたねこれ一回ね捕まえられればワンチャンスなんですが捕まえるまでが本当に大変ですねさあサイコから置きおこれはチャンスかもう一回ああさあめちゃくちゃ湧いてますよ会場がヒロヤンがレバーを回すと歓声が湧くおお体育うまいあー逃げていくフォーも当たらないあゼロドットこれはどうするうわーおーマジかーあーいやいやでもあの至近距離のサイコによくフォーを合わせましたねあれはやばいヒロヤンあの距離で見えますからねあれベガ今ベガのゲージがなかったらいや終わってましたよ終わってましたよね逆にねヒロヤンねベガの ねサイコの最初のモーションに反応できる男ですからね恐ろしいですね、X 勢の中でも相当反応がいいので反応やばいっすね、まあ、決勝戦川端チーム対友達チーム三決はいらないですよね、まあ、時間があればやろうかとも思ったんですけど皆さんちょっと時間ない方もいるようなのではい決勝やってください決勝やりましょう川端チームの宣告をしてくださいはい先方決まった
まあシティチームはまあシティオメガ先方なんでしょうけど、友田チームは誰が出るか。決勝だよ、決勝。1試合したら決勝だから。はい、先方決めた。決まったか。いいよ、決めた。もうそもそも座って、もうこっちもいいよ。もうはい、はい、どうぞ始めてください。さあ、破天荒流体京子チュンリー。さあ、今度は式は横で応援をしてはいない。どこ行ったんだあいつ。嫁の応援はしない男だね。さあ、破天荒さん、対空で勝利点が出た。そして式を当てて万全ですね。さすがに。初心者相手にも手を抜くことはない紳士ですからね、破天荒さんは。サンサンダー当ててアッパーから真空。さあ、真空のガードバックが思ったよりでかくて外野手が届きませんでしたが、まあまあ一人目はまあ様子見。さあ、そして先ほどは出番がなかったコテサガットの出番ですかね。クレジットボタン押してください。 C。 さあ、色が変わらない。マガット竜は竜が有利なのは間違いないはずなんですが、かなりマガット側も戦いやすい組み合わせではある。さあ、対空はしっかりしている。今のはしゃがみダイパンになってしまいましたね。台足でも立ちダイパンでもタイガー2でもよかったな気がしますが、台足は届かないかな。さあ、破天荒さん、マガット相手にの対空アッパーカットである対空勝利をミスんだですね。これは練習の成果が出ている。さあ、これで真空出ない。さあ、これであとは適当に飛んでいくだ。おっと、内足しっかりしている破天荒。連勝で、さあ3人目誰が出るか。さあ、式が俺が行こうとしてシャシャリ出てきている。シャシャリ出てきたが、さあ、またに止められた。さあ、悩む、悩みどころ。そんなに悩むところですかね。ハルキングはないとして、テラガイル、テラバイソンあたりでいいような気もしますけど、テラ竜でもいいと思いますね。
おっと、式が行く。何を使うのか。バイソン。マジマジ、お前バイソンで出るんだと最後に残っとけよ。さあおっと、ピオリーチだったがしっかり殴る。さすがに見てが長い、あの距離に当たってしまうと波動は打てないですけど、これはもう辛いですね。式アッパー当たる。さあさすがに、まあ、これ誰を出していくかですね。バイソン相手ということでバイパーはないでしょう、まあ、ベガーのどちらかですかね。ゆうべが遠目投撃をもう一回やってください。もう出る気がないですね、ゆうべは。バイパーを生かす、バイソンが一番嫌いと言い放つバイパーを先に生かせる。ゆうべがの命令でバイパーが出てしまう。まあ、でもまあ結構式には勝率がいいんですよね、バイパーフォーク。まあ、式がバーフォーク戦はそんなにゴリゴリやっているわけではないのでワンチャンあるっていうんですかね。さあ死んだか。さあクレイジーが溜まってしまうが、垂直、今の垂直いいですね。さあクレイジーで死んでしまう。これあそこからまくりますか。今日は残虐会はいませんね。さあ式がちょっと技の出に苦しんでいるが、これは死んだかな。さあ一度っと、さあ式の実はホーク戦にランがあったのか、端っこに行ってしまう。バリトンで追いからって、さあこれはどうだ。体力はホークが取り返しているが、さあこれでクレイジーが溜まって一勝ぐらい。まあこれ、ああなんか突然思い出したかのように立ちスーパーを振り出した。これが結構有効でしたね、今のスーパー。さあ残るはガイル、ベガベガ。さあ機械が俺はないだろうみたいな安心した顔してますが、ベガどちらかが出るか、ゆうべが DJ という手もありますね。ベガでいいんじゃないの、ゆうべが投擲に勝ってんじゃん。投擲もう一度やってくれよ。おっと、ゆうべがいい。さあどっちのベガがいるのに行くのか。さあ有名がカラーで友田が出る。グダグダですね、これはもうみんな行きたがらないっていうね。しかしピョリーチナイスガード。さあ、あの高さで大キックを出さないと最高は潰せないです。何よりも速くても遅くてもダメですね。結構難しいですね、バックダンプで最高速。さあ大キックインヘリ、しかしアッパスカシからのクレイジーですね。ナイトメア出たら勝つんじゃないの。割と安定行動ではなかったと思いますが、まあ、出ない読みってやつですかね。
さあ、トモザのバイソン戦には定評があるんですが、ナイトメアで削って、おっと、今のはグランドストレートの方が良かったんですかね。さあ、いい最高。しかし、おっと、ちょっと式の動きにキレがないですが、5アッパー待ててしまう。さあ、あとはこの、おっと、クレイジーが当たるが安い。さあ、これはでも全然いい勝負ですね。メガも、あっと、これは敷居がちょっと、まあ動きに昔のキリはないですが、しっかり対応した感じですかね。さあ、残るはユーメガと機械。さあ、これは機械を出してもしょうがない気もするんですが、さあ来た、ユーメガ久しぶりですね。この投熱で三立てしたユーメガが、その後マニアではやられたんですよね。さあ、撫でていく。このキャラは撫で回りはこの2キャラほぼ一緒です。さあ、週足しっかり埋めてダブルに2発当たって、ナイトメアでゲダウン。さあ、今のゲダウンはグレイジーはガードできるんですかね。グランドでは敷居がペースを握っていますが、まあ、ベーガーは一発あるキャラなんでね、このぐらいの体力は差はあんまり関係ないといえば関係ない。さあ、ピョル、おっと、よく技を出した。クレイジーしっかり埋めて、さあ、今のは削りですかね。2ドット削り、バイソンの攻撃力を持ってすれば2ドットでも削れてしまう。相打ち、いい反応。4、さあ、敷居は立って待ちます。投げる。さあ、これは終わりですね。まあ、はいと敷居が煽っていく。さあ、これ機械が死んだような顔をしている。出てもしょうがないので、出なかったら余ってしまったという。あ、キャラかぶせありだから別にガールじゃなくてもいいよ。さあ、バイソンという話が出ていたが、さすがにメインを使ったか機械。さあ、敷居はね、ガイル戦がめっちゃやってるんでね、さすがにブランカルとはいえあんまり、おっと、しかしここまでは敷居ガイル機械だね、機械がいるペースだが、おっと、サジトリを失敗する。殺したかったのか。投げる。さあ、これは機会があるのか。おお、見てから背中が見えている。
おっと今のはあれですね、ヘッドの着地に3段でピオらせることができるという、まあこれは近いライフ、あった、ガイが勝った。さあ残るはハルキング、テラ、テラ、川端、さすがにこの3人やれば、3人いれば、でもサブキャラなるチームだったらね、さあまずはハルキングで様子見ですかね、勝ってくれたら儲け物的な。いや負けねえという感じが、まあ、引きがもう仕事したからいいや的な感じがありましたね。さあここまでパーフェクトペース、おっとしっかりクライサマせっかく近づいても3番まで返されてしまう。さあ100巻で落ちると落とされてしまいますね。1回垂直ジャンプをしないとダメです。さあここで出てくるのはテラ龍ですかね、テラ龍。さあ寺龍川端龍の2枚を機械が抜けば友達チームの勝ちです。まあ全然龍ライブなんでね、あるっちゃありますね、あるっちゃあるけど、機械は別に龍拳得意ではないっていうのが最大の難しいところですかね。機械剣戦はめっちゃうまいんですけどね、優先はそれほどでも。タッパーからの真空からの、さあ機械だから投げに行かなかったまでありますね今の。さあ体力リードはガイル、こっからはクルージングでなんとか。さあここからですね勝負、さあ竜巻を選択だったがしっかりかしのいだ。正面から行って投げと下段の2択に行っても良かったんではないかと思いますが、というか剣と竜ではだいぶ違いますね。単純に竜剣、竜ガイルと剣ガイルとではキャラ相性が違いますね。シンクハードは偉大ですね。さあシンクを使わせて、これはガイルペース投げる。さあ大将戦になってしまう。さあ川又龍が出るはずです。ここでキャラを変えることはないですね。ダルシムでもいいよ。さあなんかよくわからないスパムが。まあここまで、川又がシンクを使って機械が受ける。さあ踏んでしまう。カニ飛びには行かず波動で2回削りを選択だが、これはあまり良くなかったか。さあ機械がサマをパラしてサニ飛び下段からのサニ飛び昇竜拳。今のサニ飛びなってたの、どうなんだろう。結構高かった気がしないでもないが、さあ機械の投げ返しの精度を信じての昇竜拳ですかね。
画面端に追い詰めてしまうと、今回は画面端があまり竜相手にしのぐのは得意ではない感じがありますね。小高とかめっちゃうまいんですけどね、画面端しのぐの。やや小高の画面端は竜ガエル5分ぐらいありますが、さあ真空があるんで迂闊なことはしづらいが、さあダイヤシうまい。さあ今真空シピスですね。さあどうだ、しっかり真空を打たなかった川又。ファイヤーサニトリから投げるからのサマーパラス。さあ今のソニック痛い、ファイヤーも熱い、飛んで投げる、投げ返しの機会が投げ返せない、やっぱ下段が怖いですかね。大足、あの踏み込みは川又の一番の武器ですね。さあしかしこれは全然ある、投げた、勝ったのは川端、優勝は川端コテハルキングテラシキ京子チームです。あれ、あ、胸アリ残ってた、ごめん俺を殺した胸アリが残ってました、ごめんなさい、嘘をつきました。エッサガは、エッサガもしかして、あーっとここで来て、まさかの切り札が残っていたムナーレッサガ、さっき長州を虐殺したムナーレッサガが忘れていました。さあしかし川端エッサガ戦は結構やってるはず、大キック上手いですね。さあ踏み込みには定評がある川端、大足上手い。さあ胸アリも下海外で払うが真空が溜まってしまう、あーっと止めない、 S サガでも止めなかった。さあ川端こういい位置からいく、踏み込む、大キック相打ち、うまいですね、知ってます。玉の打ち合い受け龍が勝つ、そして真空を持ったまま端っこに追い詰めるが、あーっと S サガはね結構全ダイヒットしちゃうんですが、大足追い払ってここからですね、タイガー早い。さあマッチポイント、さあ胸ありペース、画面端はさすがに厳しい、踏み込む、うまいですね川端流の踏み込み。さあ真空がたまる、この真空をぜひ当てたいところですね、これちょっとリードされてるんで。さあ見てから飛べる、さあ踏んでしまう、さあ真空は削って、さあこっち大キック届く、長い、さあこれはどうだ、削れがもうガードできない、あー勝ったのはムナーリ。さあ優勝は東座破天荒バイパー機械ムナーリゆうべがチームですね、おめでとうございます。ムナーリ大活躍ですね今日。じゃあムナーリさん、はい、S差が禁止で次からはい、写真撮影お願いします。じゃあ写真撮らせていただきます。
あ、優勝チームの皆さんとお集まりください。このゲーム難しいっす。え、いや、そんな難しいけど、はい、まあ、ガイルホンダはね、あ、それ、まだそれ言う、あー、なんすよ、ビギナーズのビギナーズですよ。ドパンピーもいいとこですよ。いや、俺もビギナーズだし。キャリア考えて、キャリア、サムスピ、サムスピはニュートンではやってないですね。需要があればやりますよ、はい、で、まあ、僕が聞くのもちょっとあれなんですけど、おい、やめろ、おい、63やめろ、ケンテンテンテンどういう意味だこの野郎、うん、これはちょっとね、やろ、あまり触れてはいけない。で、普段、この X ナンバーとのご覧になってる皆さん、まあ、何人かいらっしゃると思うんですけど、今日ちょっとテストで機材を変えてみたんですけど、なんか視聴者的にちょっと画質良くなったとか、なんか感想とかありますか？ちょっと良くなったかな感はあるんですけど、こっちでいろいろ聞いてみて、特段まだあんまり、まあ、そんなに反映される感じでもないのかな。まあ、でも画質はいつもよりはいいとは思うけど、ちょっと上がったかなとは思ってるんですが、ってとこですね。かける5はいつやるの。かける5はゴールデンウィーク、この間やったやつみたい、うん、もうやっちゃいましたね。多分直近でやるのはあの X イーストっていうイースクの、スリオの大会かな、うん、こちらです、来月の第2土曜日か、少し良くなってください。ああ、ありがとうございます。というわけで、ハゲさん、このゲーム、わからん殺ししない程度に教えてください。いや、わからん殺しないでしょ、だって、このゲーム。わかんないことしかないよ。わからん殺しはないよ。ただ、本当に知識は大事だけどね、このゲーム。なるほど。あれですよ、技を埋めてるやつを投げられるとか俺としては信じられないんだけど。いや、そんなことないよね、昔のゲームはそんなことないよ、投げ一振れで、あ、そう、うん、とか結構当たり前だったし。サード生としては信じられないんだけど。そういうもんか。いや、そういうもんですよ。あとジャンプのね、予備動作が
あの投げられるっていうのも、ああう、ね、結構昔のゲームにはよく あったことなんで、上入れっぱじゃ投げが限りないよと、そう、上入れっぱで投げが飛べないっていうのも、まあ昔のゲームでは結構当たり前だったと。勝利持ってないやつなんかどうしようもないじゃん。うん、どうしようもどうしようもないです、うん、はめられた方が悪い、やっぱはめなのね。なるほどね、よくわかりました。じゃあまあレニオンって12時ぐらいまではまあ適当に、うん、流しておきますんでね、はい、あの僕もいろいろこの猛者の中でちょっと揉まれてみたいと思います。うん、揉まれてください。この前、あいつは式行った時に大地さんに評判ではめられて、このゲーム楽しいでしょって言われてちょっと切れそうでした。よく笑いながら切れてきます。いつか来週、来月です、はい、8月の11日の第2土曜かな。僕の前に持っちゃってもいいです。まだ飛び道具見て前入れますもん。あ、ダメだこれ。じゃもっと評判だけど配信でもやってくれるといいですね。全然わかんない。あんなベガのあのあれもそうですけど、思ったよりわかんない。もう多すぎこのゲーム。もう少し傷がついていったね。なるほど。ちょっと前からやり始めていろんな動画見たりしてるんですけど、うわ、そう対応されるとバレやつ、うわ、バレるの悲しい。 SA だな、 SA って言っちゃうの悲しいスパコンだな。ニュートンだとゴージェンにくれたからですけど、まあ、それでもあっという間に取りますけど、まあ、あの方はまずはもうちょっととりあえずまず許さないリスト1号になりました。大変見た、これがガイル本田だよとかさっき言われましたけど、
でしょうけど、さすがに消えるでしょうね。もうこの間 CEO で抜きさんが優勝してたら、決勝大会クッソ熱かったですから、ね、まだもうガイルも全然ですね。まあ2キャラぐらい持ってた方がいいよ、X ならって言われたんですけど、本当に俺一番最初やっぱり疎通でガイルスタートだったので、何も考えずにそのままガイルを選んでみたって感じですけど、最初は今日の合唱、なるほど、ベガもいいよって言われたことあるんですけど、ためキャラなので俺多分パナセル技ないとこのゲーム持たないと思います。サードでもちょっとだけ、ね、何人かはいるんですよ、 X やれるやつが、まあ、そいつを揉まれてる最中ですけど、ダイバーのそんなことある、完全にサード生の方かな、中四国大会大丈夫、ちょっと心配ですけどね、まあまあでも2ヶ月あるってこと考えればまあまあ大丈夫かなって気もしますけど、ね、判定削り、外人のノリ好きですけどね、たまに海外大会とか見るんですけど、ね、ドラゴンボールで開幕、最近のドラゴンボールファイターズでセルが出てきた時にハーってなんか会場で一緒に言うだけ好きですよ、なんだすげーとこに判定あるゲーゲームだ、人が繋がらないとかあったっけ、あ、マジっすか、まあ、大変だと思いますよ、西日本、本当にツイッター見てたらやべえ画像しかとか動画しか出てこなかったし、あれがやはりノートってことじゃないか、あー向こう的にはツボなのかよくわかんない、なるほど、
小山にとっては常時50円にくれです。基本的には大山ニュートンは、5月より、定休日、システムをなくして年中無休になりました。で、まあ、いつ来ても X は必ず置いてあります。あの、何なら外出も増やせますので、あの、火曜と木曜は僕がスタッフやってますので、ぜひお越しください。入り口に減ってきますよ。このタイムカウントでな、全然減り関係ないもんね。X3 の子は第1、第3土曜日に、こうやって配信をしていくと思いますね。うわっわー減るその辺はなかなか大変ですけどね。
はい。Oh, oh, oh. Germany wins.
Thank you.
Wind!